ボルター望遠鏡の3つの構成チャンドラ X 線観測衛星のボルター望遠鏡の図ボルター式望遠鏡は X 線用に設計された微小な角度の反射を用いる望遠鏡である。可視光線に対してはレンズによる屈折や放物線形状のミラーで光を反射させることによって望遠鏡を作ることができるが、X 線に対して屈折を起こさせる材質はあるが、望遠鏡に使えるほどの透過率がない。また、鏡面に対して垂直に近い入射領域では、X 線は反射しないで、散乱もしくは吸収されてしまうので、従来の望遠鏡で X 線を観測するのは困難である。反射面に対する角度が極めて小さい入射の領域ならば、X 線は反射を起こすので、X 線の鏡を作ることができる。このような鏡は射入射鏡と呼ばれる。1952年、ドイツの物理学者、ハンス・ボルターが、このような鏡のみを用いて作ることのできる望遠鏡の設計方法を3種類提示した。これらは I 型、2型、3型と呼ばれていて、それぞれに長所、欠点がある。チャンドラ X 線観測衛星や XMM ニュートンなどでこの望遠鏡は使われている。ありがとうございます。